はい、ビジナビをご覧の皆さん、どうもファイステージでーす。僕たちはですね、12月27日にニューシングル Beyond These Walls を発売することになりました。よっ、それのですね、PV およびアーシャを撮影して、もう疲れに疲れ切って、もうすぐなんで、先ほどまで寝てましたね。はい、はい、どうですか PV といえば。いや、もう出来は久々だったね。うん、まあ、納得いくもの撮れたんじゃないか。撮れたんですか、よかったですね。撮れたの。はい、 体力えぐられましたね。えぐられましたね、みんな。ほんとすごかったね。ギリギリでしたね。うん、そうだね。うん、痺れたね。痺れね。うん、痺れましたよ。どの辺が。心がね、心が痺れたよ。うん、いやでもね、みんなで勢いよく頑張った結果、その勢いがね、そのまま作品に出てるんじゃないかって。それがね、うん、なんか時間なくてよかったなと。うん、まあそれがね、その焦りとね、その短期間でガーってやった感じが、すごい勢いのある爆発的な曲になったんじゃないかなと本当に思っておりますね。多分ゆっくり曲作ってたら、多分なんかこういう感じにはなってないようなセクションとかあったりして、なんかいい感じのタイミングで曲を作れたんじゃないかなと思いますね。で、カップリングがまた、はい、なんとスランプを脱出した圭太君が、はい、おめでとう。ありがとう。ありがとう。サクサクしてくれて、作曲をね、今回もちょっとやらせていただきました。うん、前回はミニアルバムに収録されたんですけど、今回シングルのカップリングっていうことで、なんか前回よりもなんかちょっと責任も、そうですね、うん、2分の1ですからね。2分の1なんで、うん、2分の1になってるでしょ。あるというね、本当に皆さんを満足させられるような曲になってると思うので、ハードルありましたね。ああ、次また多分スランプって一曲ごとにスランプ曲ごとにそんなわけでね、ケイタのカップリング曲も楽しみにしてもらいたいなと思います。というわけでファイスデザインでした。ありがとうございました。ありがとうございました。